加と地中は、中華民国の軍人。国民軍の軍人で、後に、南京国民政府に加入した。字は、安志原。1914年11月、保定陸軍軍艦学校第一期加を卒業。1918年、兵玉賞率いる、第16根性旅で参謀に任せられる。1922年1月、兵玉賞の命で、河南省にて、 新たに5個補充団が編成され、第5補充団団長。8月、第25根成旅、第1弾に改編され団長。同年、第11子参謀長に昇進し、陸軍昇校区組を授与された。さらにほどなくして、陸軍中高区組も受けている。1924年2月、第25根成旅不評団団長に任ぜられ、翌月、 陸軍上皇区組を授与された。国民軍成立後の1925年1月、水園前区刑務所所長県水園、警察庁長長に任ぜられる。さらに、国民軍第一軍警備第二旅旅長にも任ぜられた。7月、陸軍少将区組を授与される。9月、兵玉省の御元受刑死を経て、角地中は、国民連船軍副参謀長兼大式措置。 総司令券北マ前的総指揮に任命された。12月、西北変貌軍第10師市長。1927年、第7軍軍長となり、さらに第2集団軍訓練副官に任ぜられている。国民政府では、1928年3月に国民政府軍事委員会委員を兼任している。10月、監縮省政府委員となり、翌月、 初代姉化省政府主席に任せられた。翌年1月、国民政府首都建設委員会委員も兼ねている。1930年、西北軍第17軍軍長に任せられた。翌年6月、姉化省政府主席を罷免され、北平政務委員会委員となる。その後、しばらく変第1混成旅旅長に任せられた。1932年、 下北総く総指揮となる。翌年5月、軍事委員会北平委員会委員となる。1935年4月、陸軍中将に任ぜられ、12月、被殺政務委員会建設委員会委員長となった。1940年、王長明が南京国民政府を樹立すると、角地中もこれに参加し、軍事委員会委員に任ぜられた。1945年3月、 河北政務委員会水税総書。ただし弁に任ぜられている。王朝明政権崩壊後は、小介析の国民政府に復帰し、河北専権軍第9祖辞奏司令に任ぜられた。1946年からは、香港に移住している。過度地中の詳細な没年は不明だが、1960年代に、香港の急流で病没している。ありがとうございます。